それともおはようかな、それともこんにちはかな、そんなのどっちでもいいよね。はい、それでは僕の名前何か覚えてくれたかな、覚えてくれたかな、いきますよ、覚えてくれた、はいはいはい、アートロックナオです。アートロックナオの部屋。さてはてさて、今日は何の動画でしょうか。とにもかくにも登録者200人超えたかな、超えたのかな、200人行きました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。感謝しております。ありがとうございます。嬉しいです。うれぴーって感じかな。うれぴーぴーのりぴーふる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 って感じです。まあ普通に撮影すればいいんですけれども、そうですね、何を話そうかな、僕もいろいろ考えたんですけれども、そうですね、なぜ YouTube を始めたか、これでいきましょう、これでいきましょう。そう、なぜ YouTube を始めたかと言いますと、僕いろいろちょっと何をしようかなと、そうですね、昨年の末ぐらいから何をしようかな、ちょっと時間を持て余してるので何かしなきゃダメだなと思っていました。で、時折パソコンで YouTube 動画を見ていました。で、その時にケイスケさんかな、ケイスケさんの YouTube を見てたんです。どんな YouTube かと言いますと、ガジェットの紹介、カメラとかの機材とかの機材のかな、紹介をされておりました。見てたらすごく面白くなって、僕もカメラとか動画撮影とかっていうのを好きなもので見入ってしまいました。それがまたケイスケさんの動画うまいんやね、めちゃくちゃうまくて、まあ僕の中では先生と呼ばさせていただいているんですけれども、とにかくすごいケイスケさんの動画は個人的にハマってしまいまして、それで僕も、ああ、YouTube 始めたいなぁ。YouTube 始めたらどんななるかなぁとか思って、楽しみで、楽しみいっぱいで始めました。そのケイスケさんの動画で、最初はこんな、真ん中にこんな感じ、最後にこんな感じって入れておられてて、あ、こんな撮影報酬ちゃうわ、編集されてるんやなぁっていう感じで、ちょっと勉強しました。で、そのケイスケさんの動画見ながら、いつみやさんやったかなの中野さんかな、中野さん、すっごいその方もすごい面白い YouTube をされてて、喋りがめちゃくちゃ面白いんですよね、喋りが。で、見ていただいたら結構わかるかと思うんですけども、喋りが上手で、そのどちらかというとその地方というか地域のそのレストランなり、食事するところを YouTube に上げておられるような動画なんですけれども、それがすごく話がむちゃくちゃ面白くて入ってくるんですよね。で、それもハマって、まあそんな感じでずっと見ているような状態です。で、今気にしてくださってる方がおられて、っていうのもそのアロハ社長さんね、すごくなんかいろいろライブ配信ですかいうのを見るようになってからハマって、あ、こんなライブ配信されてるんや、僕も勉強しよう思って、いつライブ配信できるのかわからないんですけれども、すごくそのアロハ社長さんの動画を見てて面白いなと思って、ライブ配信もね、なんかすごく心温まるような方なんで、すごくその方も話し上手で、個人のこう YouTuber の名前を出していただいて、すごく爽やかというか、なんかこう面白い方です。皆さん頑張ってください、僕も頑張りますって感じで YouTube を始めたのがきっかけです。で、今も始めています。アートロックナオの部屋。で、これからなんですけれども、
今僕は最初その最初の動画でガジェット紹介しようかなとか思ってたんですけども、ちょっとあんまり面白くないなぁ思って、ちょっともうちょっとなんとかならへんかなぁ思って、そしたらこうなんていうんですかね、自分には美術があるじゃないかって感じで、美術ね、もともと美術の方大学の方行っていましたんで油絵を描いてました。まあ以前仕事で絵の指導とかちょっとしたこともあったんで、それをちょっと YouTube で活かせないかなと思って工作の方に、工作をやろうと思いました。で工作をまあやっていくうちに動画編集もこうしようああしようとかいう感じで、動画編集の方ももともと少しずつやってたんです。っていうのも家族の1周年ビデオとか記念ビデオとかお正月にまあ、見せたりして作ったりしてみんなでワイワイで正月を楽しんでいました。ってな感じでまあ工作も子供に、まあ、YouTube を上げるので子供も楽しんでくれたりしています。これからいろいろね工作だけじゃなくて、先ほど言いましたけども商品紹介ガジェット紹介していきたいと思ってます。またあのいろいろなことをしていきたいと思っていますんで、コメントとかこんな感じもっとしたらいいじゃないかとかっていうのを、言ってくださったらいろいろ考えていきますんで、今後ともよろしくお願いします。一つ私からの提案というか考えなんですけれども、今度こんな工作作ってほしいな、こんな工作あったらいいのになとか、もっとこんな風にしたらいいのにとかって動画に関してですね、いうのあれば、どんどんコメントの方とかくださったら、工作もっとこんな風な工作作って、いけたらと思いますんで、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。簡単ではございますが、今日ちょっとだいぶ短いですけれども200人達成しました。イエイ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 。ちょっとブブーとかピンポンとか携帯の方になっておりますけれども、よろしくお願いいたします。ブイブイブイ。だいぶ緊張しております。アートロックナオメヤ。それではこんな感じで終わりたいと思います。私の名前もうみんな覚えてくれてるよね。いきますよ。はいはいはーい、アートロックナオでしたね。アートロックナオの部屋よろしくお願いいたします。それでは次回の YouTube 動画よろしくお願いいたします。コメント評価の方よろしくお願いします。それではさよなら。グッバイ青春。グッピース。